平地だけ全部を抑えられるのであればちょうど300点ぐらい。もう行くかな。同じ10だったらこっち行ってポイントも。これはもう伏せて。でもいい気がする。その代わりこっちの人、点数が高い方を、時間、割いた方がいいと思う。はーい。いらっしゃいませ。定山食堂店長の大悟です。授業員のナッツです。ナッツです。ナッツ、なんか若くなったね。あれそうやな、ちょっとな。イメージこの場所にもよるのかな。どこですか。長野県の白馬でございます、はい、白馬です。 OMM というイベントがありますね。 OMM オリジナルマウンテンマラソン。あ、そういう名前だったんだ。ライト今知った。今日はね、ゲストがいるんですよ。誰でしょうね。誰だろうね。誰でしょうね。いろんな発明をして有名な方なんですけど知ってる。いやちょっと自分は分かんないかもしれない。本当、私最近目つけてね、来ると思って。あということで、はい、今日のゲストは、はい、発明家の柴田です。和也柴田です。よろしくお願いします。お願いします。いいねほらメガネしてない和也柴田さんがメガネないじゃん、うん、メガネあるとき発明できるじゃん、うん。今日実はさ、うん、OMM っていうイベントは、うん、電子機器使ったらダメなんですよ。あ、そうや。発明が使えない。発明が使えない。大会専用の地図があるんですね、うん、でそれを昨日もらってきて、夜作戦会議をして、うん、でただ走るだけじゃないんです。中にあるポイントを集めて回るっていう競技。そう、まああの昔小さい頃やってたオリエンテーションみたいな感じだな。なのでめちゃくちゃ走れない人でも勝ちに行けるっていう噂、うん、そもそもスマホの地図を使ってはダメ。そう野生に戻れるって感じ。そうだから電子機器使ったらダメだから、和也柴田は能力を今置いてきたわけ。そうやね、完全に置いてきてるよね頑張ってー。まだスタートじゃないからね、スタミナの方向に行かないでそうそう、コースがね、白馬村全体なんだよね。それがなんかおもろいな。端から端まで、端から分からん。 OMM ライトはチーム戦なんですよね。なおちゃんです。リーダーです。リーダーよろしく今一番この中で経験が多い。そうやんな、なんだかんだ言うて結構出てるもんね。あ、そうそう、旦那さんはね、優勝を狙ってるガチのチームの人たちやからね。最初ゴンドラやね。80点取りに行きます。はい、はい、はい、お、うわ、遊園地来たみたいな。おお、高所恐怖症の人はいない。いない。大丈夫よかったはい、はい、ありがとうございます。はい、なんか気を抜くとのんびりしちゃいそうな感じ。あ、本当だね。うわ、すごい。すごい。え、どこだろう。あの人たちついてくればいい。この人もこの人。降りてすぐだよね。あ、ありました。ありました。発見しました。OK。Let's go。
オッケー。あ、もうこれで、これで帰れるね。そうだね、帰ろう。そんなとこにあるの。いや、すごい。そうやな、これは俺らだけじゃ無理やな。お疲れ様です。お疲れ様です。これは分からん。まあ点数高いからね、それがね、いいね。これでございます。いいよ。はい、 OK。 10時41分はい、これで80点やんな。80点。あれ2人とも行く。おっ、グッジョー。ハンバーグ食べに行こう。80点取りましたね。取りました。で、今10時53分、はい、で、ゴンドラで計算します。あと1時間ぐらいかな。すごいな、こんな贅沢なゴンドラの乗り方ないよな。乗ります。タオル濡らしていこうかな。うわー、すごい、いいな。ありました、 AH。 ありがとうございます。 OK。 どうする？20だけど、なんか行けそうな気がして。国道から道をそれて、道をそれて、今ちょっと降りてきましたね。うん、橋の下にいいかな、かな。あ、で、次、こっちで取ったら次、あそこ通って、はいはいはい、AJ に行く。よかったと思うよ。来やすかった。うん、わかりやすいし。で、まだ見つけてないけどね。はい。オッケー。11時30分で AG20 点取って、次が AJ10 点。いいですね、順調ですね。順調、めっちゃ順調。順調すぎますね。怖いな、何かあるんでしょうね。怖い、絶対何かありそう。走れエキス。この走れエキスってどうしたんやったっけ。4キロのやつあるじゃん。あー、ミノーのやつ。あ、そう、はいはい。ちょっと行ってみます。おー、それは使えないです。あ、でもでも、うん、いや、もう美味しいよ、うん、すっごい塩の効いたトマトジュース。ああ、飲み続けると一番今まで食べた中では食べやすい。和也くん、今日のご飯はご紹介するのはこちら、マグオンのバナナ味ですね。よー、しばちゃん、実は給食人生初じゃない。初かも、うん、いいね。行ってみてください。うわ、いいよいいよ、全然、うん、マジ。逆にそう、ドロッとしてるからバナナの味とフィットしてるんじゃない。普通にただバナナをすりつぶしたみたいな味。ああ、マグオンはバナナ、意外とバナナかもしれない。バナナ、バナナ、バナナ、なんでやねん。じゃあ夏はマグオン、ピングレ味を。あーおうあーおうおいしい。ね、粘度が高いよな。じゃあ明日バナナと交換しましょうそれ、うん、あ、ありました。え、反応しない。あ、オッケー、オッケー。ありがとうございます。姫川いいね。あれいいな、入りたい。高得点ありました。嬉しいな、なんか。その音でいいんですか。なんかエラーっぽい音ですけど、エラーっぽいな。無理。いや、あ、いけた。おお、素晴らしい。いただきます。
うん、雨どうしました？塩ジェルをいっときます。いきます。おお顔でもちょっと癖になる感じはわかる、うん、まずくはないやろ、うん、まずくはない。DC か、 DC があそこです。はい、やっぱさ、バイトに行ってくれるものって。はい、20点ポイントありがとうございます。大丈夫、アップルランド行きましょう。はい、噂のアップルランド。イオンで休憩した後、午後も頑張りましょう。作戦が決まりました。ちょっと大胆な作戦に出るそうです。えいえいおう。グリグリグリ。やりすぎ。白馬大設計でございます。大設計。あれは綺麗な。いや美しいね。店長どないですか。店長ね、なんかね、クーラーシステム編み出してからね、元気になった。あ、よかった。発明、発明家と呼んでいいよ。農家みたいな。紙の地図をスワイプしてないですか。どっちかっていうと、うん、こうやってる。動いてくれ。到着。はい。はい。オッケー、お疲れ様です。だいぶ押してますか。際どいよな、時間が際どいまあでもそこやから、はい、ドーン、オッケー、イエーイ、こんにちは。はい、リリー、ケイ、よし、戻ろう、戻ろう。あの山の裏がゴールです。4時間23分やからあと40分弱ぐらい間に合いそうやね。全然余裕そう。はいはいはい、いやー帰ってきた。ゴールじゃないんや焼肉なんや焼肉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 。お疲れ様でーす。気をつけてください。熱中症注意、ドリンク飲みなさい。頭冷やしてください。日陰に入ってください。楽しい。すごい。いやこれはバッチリハマったね。はい。すごい。すごい。今後一。十点差や。コーナーなんて大丈夫です。初に。100人。100人。まず今日はね、沖縄で決まってんだけど。ちょっとトレイル入るかどうかっていうのが300から先のラインなのかな。あの残りの1時間をどう使うかっていうところ。いやむずい。残りの1時間さ、なんか心がさざわざわするよね。じゃあ一回今日は締めますか。また明日また明日こんなんでええのかな。まあとりあえず明日もあるので。2日目にね、はい、そう2日目に備えてお肉食べに行きます。お肉焼肉ということで、次回へ続くということで、さよなら。微笑んでる、微笑んでる人がいる。まばたきが ギリ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 。